株式会社リブネットは、三重県伊勢市に本社を置く図書館運営などを行う企業。三重県職員として、県立高校の図書館支長を行っていた前社長が2001年に退職し、図書館業務の会社を設立する。2002年に、三重県内に中学校の学校図書館の運営を、受託、図書館利用増加により、2003年に運営受託校が、 三重県内72校の小中学校に増えた。2004年には三重県などが出資してベンチャー企業育成を支援する三重新産業創造ファンドから投資を受け株式会社に組織変更する。2006年四日市事務所、東京事務所を開設し三重県、愛知県、東京都の3都県で148校の学校図書館の運営を受託。2007年からは 公共図書館である、名和調律図書館の指定管理者となっている。2013年ミライトホールディングス参加の株式会社ミライトの連結支会社となった。2014年観光産業向けおもてなしシステムおかみさん販売開始。2016年事務所移転に伴い、東京営業所東京支店に名称変更。2017年四日市事務所を 四日市支店に名称変更。旧本社日本における学校支所という市場開拓を成し遂げ、学校図書館の活性化と支所資格を持つ女性の雇用の場を創出したとして評価されており、第1回日本サービス対象地方創生大臣賞を受賞した。学校図書館業務においては多くの自治体で継続して同事業を受注しており、 貸し出し冊数の増加だけでなく授業活用などの活性化も実現している。一方、公共図書館運営ではその土地柄に最適な企画を開催するなど、地域に根ざした運営に定評があり、運営委託、指定管理だけでなく、会館コンサルティングなどの分野にも定評がある。ありがとうございます。